キャッチボールがうまくできない人間はスローイングがいいとは思わないですね。右とグローブを一緒にしてこの中で握り替えをして投げる、本当に一番大事な練習だと思うので、まずこの原点ができることが一番大事かなと思います。